モンスターハンターワールド2018年カプコン。さて、前回の後にね、調査に行ったわけですよ。古代樹の森、この出現モンスターのところ右側のここがまだハテナが多かったんで、先にモンスターを発見しに行ってました。ドスジャグラスが出てなかったんかな。でクルリャックも発見してなかったんで、ここを見つけてきて、それからオオアリツカの方も、あ、出てないな。ジュラトドス、あいつを発見してきました。だから今上位のフリークエ星6にこれですね、クルリャックとジュラトドス、この2つが出てますね。一旦これをね、クリアしちゃいたいと思います。さあ攻撃戦が来てるな。とりあえずアイテム見に行ってみる。来てる来てる船長。なんだよなんだよ、こっちに顔も見せずによ。あいつも薄情な野郎だな。さあ故郷の匂いを嗅いできな。はい、どうも。とりあえず購入しときましょうかね。クルリャックとジュラトドス一人でいけるでしょうね。まあとりあえず倒しに行きましょうかね。よいしょ。捕獲しましょう、捕獲。さあ行くぜ、フリークエア星6。クルリャックの狩猟。さあ人狩り行こうぜ。いきなりディアボロスが目の前にいてる。ちょい待て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 。びっくりした、びっくりしたわ。どんなところに落としてくれてんのよ。危なすぎるでしょう。あんなところによく着地できたな。おった。さあ行くぜ、イヤンキュー。違うな、間違えた。クルリャックね。どうしてもこいつイヤンクッキーと間違うよね。はいはい。あ、どっか逃げていっちゃったな。痛い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 。さあやるぜ、すぐそこにいてるよね。入った、自分もしびれてしまった。はいどうも、起き上がれ。よし行くぞ。岩持ってんな。この岩どっから出してくるんでしょうね、いつも。オッケー、乗ったぞ。お、毒も入ってるな。さあ連続切りいけよ。お、倒れた。よっ、クルリャックはまあ楽勝っすね。どこ行った？お、逃げちゃいましたね。さあ追っかけるぞ。いいよ。お、また岩出すかい？止まってますよ。お、
オッケー、また乗ったぞ。ナイス。さあ、捕まってろ。オッケー、ダウン。はい、さあ、遠くから爆弾飛んできたよ。やめてくれ。なんか飛んできてるもんね、向こうからナイフかなんか飛んできてる。睡眠ナイフかな、めちゃつけたよね今。よし、終わってんね。さあ捕まえよう。はい、どうも。楽勝っすね。クリア。じゃあこのまま続けざまにジュラトドスも行っちゃいますか。さて、納品依頼の達成がいくつかできるようになってるな。あ、キノコ山盛り。珍しいキノコはそもそも苗床の木自体が栄養満点でないと育ってくれないらしいよ。ほんと意外に気難しいやつらだよ。納品。厳選キノコ菌どこでいいのかな。新しい肥料が使えるようになりました。それからブグヤの特殊装具、水を弾く粋な装具。お、いいですね。これも耐水の装備。それから大水袋と鉱魚の大ひげかな。ガライーバとジュラトドスかな。じゃあこのままフリーのジュラトドスの狩猟も行っちゃいましょうか。こいつも一人で大丈夫でしょう。人狩り行こうぜ。あれ、支給品ボックスはどちら？これか。さあ、ジュラトドスはマップ全体で、全体マップでいうところの右奥の沼みたいなところにいてたっけな。もういきなり向かっちゃいましょうかね。お、古代竜人がいてる。エリア11は最も危ないエリアだよ。57% の狩り人がそこで倒れたみたいだね。あ、そんな情報を教えてくれるんですね。11番。こんなとこで？あ、そう。さあ、発見したぞ、ジュラトドス。さあ、行くぜさあ、横からガラヒーバ見てなかった。はいはい。おっと、泥にはまっちゃいましたね。さあ、尻尾に一発。行くぞ。魚なのかな、ナマズみたいな。よし、乗った。どういう生き物なんでしょうね。泥の中を泳いでたり立ち上がったりするしな。いけ、連続切り。よし、オッケー、ダウン。さあ、頭から壊しますか。回ってる。狙える。ジャンプ。あー、泳いでる。走ってますか。落と
と下の。足場のいいこっちに来てほしいな。さあ行くぜ。 OK 乗った。こんだけ暴れてるところによく乗ってられるよね、アラヤン。よっしゃ行け、連続切りいけるか。 OK、 よっしゃダウン。そんなにね強いわけでもないからね。オッケー、背中ぶり高い。抜けるのか。強いでんな。泥つけましたかね、また体に。あ、やって潜ってる。危ねー。えいよ、逃げてんな。お、奥の方に見えるね、あいつ。行くぞー。お、見つかった。さあ、ジャンプ。叩かれたな、尻尾で。いけいけ、よし乗った。ジュラトロスはそんなに強敵じゃないよね、結構弱いな。動きが大味なんで、動きが大味なんで、あんまり攻撃に当たることもないしね。はい、ダウン。よいしょ、虫集めといて。お、逃げていくのかな。でもないか、こっち来るか。いった、ガライーバ。ガライーバがちょいちょい横から飛んでくるよね。テトルの声が聞こえる。誰か助けてくれんのかね。さあ、しびれろよ。ナイス。オーケー、乗ったぞ。やばい、バゼルギウスが来た。バゼルギウスが横にいてんのはやばいな。爆発する、爆発する。おほほほほ、おほほ、おほほ、怖え。待て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 、待ってくれ。ちょっと隣のちっちゃいマップへ。よし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 。あれー、あぶねー、あれはあぶねー。ジュラトドスはどっか逃げていったよな。さあ、バゼルギウスを相手にしないようにして向こう行こう。走るの早いこいつ。あ、来てる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 。はあはあはあ、ほへー。よし、巻いた巻いたぞ。ジュラトドスは元の場所戻って休んでんかな。あ、まだ元気に動いてんね。何今の虫。エメラルドカブトガニ。あ、いたー、ガライバー。新しいの捕まえた。
さあジュラちゃんやろうぜ。決まったな。ドロップだったよね今。ああスタミナが回復しねえな。いてー。いやー総中高のジャンプ屋にとってこれは結構致命的っすよね。あれあらやにミツムシの設置を、アイルにミツムシの設置をお願いしたら今指示を聞けない状況って言われてんな。そんなことあんすね。もうちょっと弱ってきてるかな。体力は多いね。落とし物発見。はい、さあ空中で叩かれてしまった。よっしゃ、V 破壊。あとは破壊できるの4個ぐらいかな。危ない。よし乗った。もう全身が結構ボロボロになってきてるね。よしダウン。おお。オッケー、尻尾破壊。逃げるのか。逃げるんですね。戻ってきてるな。戻ってきてんぞ。弱ってるな。オッケーオッケー、あとは捕まえるだけっすね。寝ますよねそこで。はいよ。じゃあちょっとしびれ罠設置するの早かったかもしれない。弾ない。しまったな。そしてこっちじゃねえ、こっちだよ。お供の方行くんじゃない。オッケー、捕まえた。オッケーオッケー、まあ楽勝でしたね。攻撃が単調なんでね。クリア。さあ戻ってきたけども、あとは納品依頼のアイテムは何が足りてないのかな。ちょっと見に行きますかい。面白くなってきた。大水袋と光魚の大ひげ、ガライバとジュラトドスだったら、ジュラトドスの調査クエかなんか行っちゃいますかね。いや、さてクエスト的にはフリークエの星6全部今出てる分はクリアで、星7も全部今クリアしてるんで、納品依頼をクリアするのに調査クエのジュラトドスとかガライーバ行っちゃいますかね。これはでも貝かな。貝ですね。上位のジュラトドス見てきますか。 あるね、ジュラトドスなどの資料。ジュラトドスとボルボロスか。できればジュラトドスだけがいいけど、これですね。
ジュラトドス単体狩猟でいきますか。これにしよう。これじゃないな。ジュラトドスの狩猟を、さあ行きましょうか。さあ人狩り行こうぜ。あーなんだ、どこにいるんだこれ。おし、奥に見えますね。ジュラトドス行くぞ。オッケーやろうぜ。レイドシーテックカテンさんが来てくださいましたね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ジュラトロスとボルボロスが縄張り争いやってんな。暴れてんね。めっちゃ暴れてる。さあ落とし物いただいとこうっと。ボルボロスとジュラトロスと両方とも、おう、あ逃げてくな。さあ行こうか。ダメだ、いいよ。ありがとうございました。もう完全に作業でしたよねこれ。あ、ジュラトドスの中身が見えてる。さあ大水袋出るかな。これは出た。よし、これで納品依頼は1個完了。対流ですね、初めてかな。さあ戻ってきたぞ。とりあえず納品依頼をクリアしましょう。これたかが収納されど収納。物が増えると何かと場所が必要やし、収納の幅を広げて収穫物を保存しとくんよ。そこは年の功に任せてちょうだいね。お、植生研究所の収穫ボックスの拡張、あとは工業のヒゲですかね。さあ収穫ボックスはどうなったかな。あ、増えましたね。30個まで収穫できるようになってるけど、それだってたら一斉に栽培できる枠を増やしてほしいな。2個しか今無理ですもんね。っていうか来航中もそろそろいらないんじゃないのか。そうでもないのか。クモの巣行くか。じゃあ次はガライーバの素材が必要なんで、このガライーバの討伐系のクエストの中で報酬のいいやつを選んでいきますかね。これかな。さあてことでガライーバの素材集めは次回やっていきたいと思います。とりあえずこれで現状はフリークエストは出てる分は全部制覇して、このガライーバの納品クエさえ終わ、納品クエじゃねえな、納品の依頼さえ達成したら次は地脈回廊の探索にっていうとこでしょうかね。さあ新しいマップ楽しみですね。では今回はこの辺で。ではでは、お疲れ様でした。